これまで僕は男用じゃなくて女用を主に使っていました。なぜかというと男用のものはいいわけないじゃんって思っていたからなんですよ。で、それを裏付けるかのように YouTube では誰一人ね、メンズ用の商品をちゃんとレビューしてる人っていないんですよね。理由はただ一つで、見る人がいないからなんですよね。必要だと思ってる人がいなかったから。でもね、僕はこれから必ず来ると思っているからやってきます。誰もやったことがないメンズ用のスキンケア化粧品を網羅的にガチでレビューしてきます。まだ全部届いてないけど、こんなに買いました。了解です。先日皆さんコミュニティのアンケートありがとうございました。まず皆さん350票もですね、ご投票にご協力いただきありがとうございました。ここに書いてある通りですね、1位がウーノで 28%、 2位がメンズビオレで 26%、 で3位がまあその他っていうことでね、まあいろいろうぞうむぞあるんですけど 25% で、最後がギャッツビーで 21% ね。ちなみに僕はギャッツビーだと思ってて、ダントツ1位だろうなって思ってたんですけど、惨敗ということでね、ちょっとびっくりしてます。なんでだろう、使ってる芸能人とかにみんな惹かれてとかなのかな。なんか理由あったらね、教えてほしいぐらい。なんでだろうな、これね。はい、まあ、という結果を受けてね、順番にね、こう、レビューしていこうと思うんですけど、まずはウーノ。で、その次にメンズビオレで、次にギャッツビーやって、で、4番目なんですけど、ニベアにさせてください。で、なんでかというとね、週刊商業っていう媒体があって、そこにね、化粧品が売れたランキングがあるんですよ。1位から10位で。で、これ僕はツイッターでもつぶやいてたんで、ちょっとリンクはね、概要欄に貼っておきます。2020年の1月1日から3月31日までのデータで、全国のドラッグストアやスーパーマーケットの ID、ポスデータから、取った、集計されたデータなんですよ。で、それによると1位がニベアメンスキンコンディショナーバーム 100ml。で、これが市場シェア 6.61%。で、2位がニベアフォーメンリバイタライジングローション Q10 100ml、市場シェアが 5.72%。ちゅうわけでね、これリピート率とか、まあ価格とかも載っててね、非常に楽しいものなんで、ぜひ皆さんね、見てみてください。っていう感じでね、1位2位がなんとニベア独占なんですよ。で、あと5位とかにもニベアあるし、まあ総合で見るとね、どう見ても市場シェアで言うと、ニベアがね、1位っぽいんですよね。これまたない。世代のね、影響もあるかもしれないんですけど、まあちょっと僕、ニベアがそんなに人気だと思ってなくて、アンケート欄にも入れてなかったんですけど、すいません、多分ニベアは入れるべきだったんでしょう。ということで、4番目はニベアを紹介していきます。で、それ以外にもね、皆さんコメントたくさんいただいてますんで、紹介していきたいと思います。メンズオードムーゲ、オルベスメンズスキンケアミスターシリーズ、リサージかな、リサージメン、ミノンメン、バルクオム、あとはデパコス、韓国のドクターズコスメと、ローランデールってね、ホスト界の帝王と呼ばれるローランドが作ったブランドですね。ローランドさんが手掛けるブランド。あとはウーノのフェイスカラークリエイター。これはちょっとね、厳密に言うと美容液を配合している BB クリームになるんで、まあ、メイク系かな？いただきました。今挙げたものに価格をね、価格帯をつけるとこんな感じになるんですよ。で、ぶっちゃけみんなどれをね、レビューしてほしいですか？僕はね、高いやつじゃなくて、どっちかって言ったらみんなが欲しいので安いやつなんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、どうかな？それか、なんか多分みんながよく見かける率が高いもの？インスタとかでよくミノンメンとか、オルビスのミスターシリーズとか見かけるんですよ、僕もね。だから、もしかしたらみんなその辺見かけてんのかなと思うんですけど、ちょっともう一回投票ってことで5番目ね、何やりたいかってぜひコメントに書いてください。で、あとは、調べてほしいメンズ用のコスメだけじゃなくって、まあ、別の質問っていうかな、こういうところを知りたいですっていうのもいただいてます。それがね、まず一つ目がエタノール保存量など避けた方が良い成分ありますかと。あとはね、朝よりのスキンケアの注意点の違いありますかと。次は実際自分がね、裸に合うかどうか明確に分からなくて、なんとなく使い続けてると。どういう人に対して効果的なのかを知りたいと。また化粧導入液気になるみたいな。これはちょっとまた別途ね、動画にしていきます。で、知りたいのがね、メンズ化粧品をレビューしていくんだけど、どういう点をレビューしてほしいのか、これはちょっとね、みんなに聞きたいなと思います。でね、コメント欄ね、僕のね、YouTube のコメント欄、ぜひね、掲示板みたいな使い方してもらいたいんですよ。もちろんね、商品いっぱい買って、ガンガン僕がね、詳しく調べてレビューしていくんだけれども、やっぱ一人でやると限界あるから、しかも自分の顔一つしかないから、なかなかね、毎日ね、3個も4個も試せないんですよ。順番にやっていくしかなくって、どうしても時間かかっちゃうから、すでにね、この商品使ってますっていう人がいたら、おすすめポイントだったりとか、なんかこういうところ嫌いだったとか、そういうのあったらぜひね、声を上げていただきたいなと思います。まあ、みんなでね、情報をね、こう集約させながら、僕のチャンネルでみんなで学んでいくみたいなね、なんかそういう取り組みができたらね、みんなにとってすごい有益になると思うし、そういう風にできたらいいな、なんでぜひね、皆さんご協力お願いします。声を上げてください。
ということで、まだね、ちゃんと全部一つずつレビューはできてないんだけど、もうすでに買ってみてね、これ面白いなって思ったことがあるんでね、ちょっと軽くね、軽めに今回紹介したいと思います。まず使ってみたのが、このメンズビオレのスマートってやつね。これね、セブンイレブンとビオレが、まあ、買おうかな、共同でね、商品開発してるやつなんですよ。うん、このジェル洗顔料なんかは、あのね、やっぱ顔だからね、顔がつけてるあの、おうちでエステ、あのジェルにすごい似てます、あの感覚。ほとんど同じなんじゃないかって、まぁ、ちょっと全然成分とか見てないんであれなんですけど、すごいね、つけて感覚は、あの、似てました。ただ、ヒリヒリがね、少ないから、その辺ちょっと考えられてるのかなっていうところですね。で、あとは、これ化粧水なんですけど、シュッシュってね、ミスト式で出すやつなんですよ。で、これ面白いのがね、乾いた顔、体、髪、頭皮にも使えるって書いてあるんですよ。だからもう、とにかくお風呂上がりに化粧水として顔につけるだけじゃなくて、なんか朝起きた時の寝癖とかにも使えるし、体中にもこう吹きかけるみたいな、もうなんか万能式化粧水みたいな感じなんですよね。なんかまあちょっと普通に僕はね、顔につけるだけじゃなくて体にも吹きかけてみたりとか、あとはまあ朝髪にねちょっと使ってみましたけど、まあちょっとなんか髪使うのはもったいない感じもするけど、もう全部をね1本で済ましたいっていう人はね、これ結構安かったりするんで、まあおすすめですね。で、あと使ってないんだけど、これこのウーノのスキンセラムモイスチャーね、なんとお風呂で使えるスキンケア美容液なんですよ。洗顔、ヒゲ剃り後のスキンケアがお風呂でスピーディーに完結、これ一つで高保湿ケアで、濡れたままの肌で使える。だからお風呂で一番最後に洗顔やるんですよ。洗顔は一番最初にやっちゃダメです。洗顔を最後にやって、そのまま濡れた状態でこれをつけて、で上がるっていうね、もうそしたらスキンケア不要っていう話なんですよ。すごいじゃないですかこれね。その要するにスキンケア商品をお風呂に置いとこうっていう話なんですよ。多分一人暮らしとかやってる人めっちゃいいですよこれ。やっぱ男ってね、めんどくさいっていう人結構多いと思うんですよ。スキンケアをこうお風呂でね、洗顔を一番最後にして、でわざわざ上がって、で化粧水乳液とかいろいろねやるのめんどくさいっていう人には、もう本当に洗顔終わって、じゃあちょっと顔につけて、でもうそのまま上がって、タオルで拭くだけとかなんね、めっちゃいいじゃないですか。うん、今日あたりぐらいからね、早速これちょっと使ってみようと思います、ウーノの。で、あとはね、これね、今実はもうつけてて、今日の朝つけたんですけど、ウーノの UV パーエクションジェル。ジェルクリーム日中用です。これはね、化粧水と乳液と美容液とクリームと UV プロテクターが全て詰まったオールインワンなんですよ。SPF 30で PA++++ かな ?PA3+。ということで、結構ね、まあ、家にいる人でもベランダから光が入ってくるなんて人はね、これをね、塗っといた方が、なんだろう、シワとかたるみの原因になる UVA を防ぐことができてとてもいいです。まあ、いろいろな成分入ってるんだけど、オイルコントロールパウダーっていうのがあるんですよ。これテカリ防止なんですけど、皮脂を抑制してくれるんですよ。今は、本当にね、メイク用品のパウダーを塗ったみたいな、肌心地です。あんまみんなこんな手で触らないでね、顔ね。なんで、なんか、まあ、乾燥してるというよりも、なんかパウダーが乗ってるっていう肌触り、感覚なんですよ。オイリー肌で皮脂が多めで困ってるみたいな人は、これがね、結構いいんじゃないかなと思ってます。で、肌荒れとかニキビ予防にもなるらしいんで、またちょっとね、これはウーノなんでね、初回のね、レビュー時に、まあ、一斉にね、成分とかね、いろいろ触れていきたいとは思ってるんですけど、なかなかね、女性用っていうよりも、男性に特化した使い方っていうのがね、多くて、男性用のね、専門のか、しょぼいだろうなーって、なんか、やっぱメントールみたいなね、こうスースーするようなイメージだけだったんですけど、そうじゃない男の生活スタイルとかに合ったようなやり方が結構ね、考えられているので、ここはしっかり深掘ってね、皆さんに情報を届けていきたいと思ってます。はい、というわけでね、初回のウーノなんですけれども、おそらく5月16か17、17かな、5月17日曜日に出そうと思います。それまでにしっかりレビューして、ウーノね、まだ届いてないやつもあるんだけど、1、2、全部で結構いっぱいあるな。結構、5、6個とかあるから、1個あたり1日ぐらいしか使えないんですけれども、まあ、とりあえずね、まず使ってみた感覚を皆さんにお伝えします。まあ、それから、まあ、1週間とか2週間とか使ってみて実際どうだったかっていうのは後追いでね、皆さんにね、いろいろ報告していけたらなと思います。そういう時にね、Twitter とかインスタとかを使ったりする可能性があるので、まだね、フォローしてないという方はぜひフォローしてみてください。YouTube にするまでもないようなね、気づきだったりとか、まあ、Twitter で呟いた内容をそのまま YouTube に持ってくるというケースもあるんで、そこをね、フォローしてもらえると、最新のね、僕のね、調査状況とかがね、皆さんに伝わっていくかなというふうに思ってます。はい、そんな感じですね。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。